県の内外から観光客などが多く訪れる北塩原村実はこの村では今年度生まれてくる子どもの数が一人もいない可能性があるということです裏磐代の豊かな自然に恵まれた北塩原村年間200万人が訪れる県内有数の観光地ですしかし村内の人口は減少し続けています 直近は2391人でピーク時の1955年から4割以上減少高齢化率は4割を超えましたその中遠藤村長は今これまでにない危機感を抱いています出生数が一桁ということが続いてまして で今年度においてもまあ現時点で母子健康手帳の発行がないというような状況ですから今年度の出生者が非常に早く生まれるという状況でありますねこちらは過去10年分の出生数の推移2015年度の23人をピークに減少傾向となっていて直近の3年間は 2022年度の2人など一桁にとどまっていますさらに今年度は深刻さが増しています妊婦などから提出された妊娠届を受けて村は母子健康手帳を交付することになっていますが今年度は今日時点でまだゼロ件妊娠の期間は一般的に280日とされていて このまま移住などによる転入者もなく母子健康手帳の交付がない状態が続くと今年度は初めて出生数ががゼロになる可能性があります今年度の出生数が大変厳しいということはこれを以上に新たな施策や若者の移住・定住に向けてどう情報を発信しそしてこの村を選んでいただけるかということに 注視していかなきゃいけないなというところですね村は対策を急いでいます去年8月村で二人目を出産した関口楓さん今年4月から家族4人で暮らしているのは3月に完成したばかりの 村提供の子建て住宅です子どもの数に応じて家賃が下がる仕組みになっていますまた出産祝い金など村からの手厚い支援が頼もしいと話します出産とか妊娠の手当だったりとかあと子育てしていく中での手当は他の自治体に比べて多いなとありがたいなと思っています 一方、不安に感じることも。子供に病気があったりとか、そういう時に病院が近くにないのが。一番心配ですね。と薬も買いに行くのが。今ちょっと遠かったりとか、そういうところですかね。今年度、初めて子供が一人も生まれない、出生数がゼロになる可能性がある。 北塩原村、若い世代から選ばれる村づくりが今まで以上に求められています今年度出生数がゼロになるかもしれない北塩原村ですが実は子育て支援にとても力を入れているんですこちらは北塩原村が今年度新たに導入した子育て支援の一部です結婚新生活祝い金最大60万円が贈呈されます 不妊治療費の女性が最大三十万円。妊産婦医療費が全額女性えさらには、満四歳、十五歳までは。え子供一人当たり、毎年五万円の贈呈があります。こんなにあるんですね。ですから、出産とか子育てには積極的な状況には見えますよね。はい、まだまだ実はあるんですよね。はい、これまでに設けられていた支援策もとても手厚いんです。十八歳までの医療費は全額女性 損立の小中学校に通う子どもの給食費は本来なら9年間でおよそ60万円になるものを無償化しています、うん、そして保育料の軽減も行われています認可保育所などでは非課税世帯の対象年齢の子どもは保育料無料ですそして損立の幼稚園は保育料、預かり保育ともに無料となっています、はあ、預かり保育とかも意外とこう使いたいタイミングがやっぱあるので、うん すごいの一言につきますね。<laughs> 本当にさまざまな面でサポートされているということがわかりますよね。はい